じゃあすみません、三決やります。三決がわらび餅さんと寺さんになります。あ、嘘え、三決合ってる合ってる。すみません、ちょっと酔っ払いなんでフォローしてくれると助かるんですが、はい、寺さんやね。はいはい、わらび餅さん寺さんで三決です。はい、じゃあじゃんけんして、はい、ワンピー勝ってじゃんけん勝ってワンピー取っていくのが蛍川です。蛍わらび餅、さあ蛍 VS カイント、さあさっきも見た組み合わせ、お互い最初はゲージためと思いきや、ハイガーキャンランツレ甘えた行動を張ってタッチエランツレ TOP 飛ばしていくが、テラカイン、さあランツパンツアート、ダメン味がきついが、ホータルここから、さあパチパチと、さあここは TOP の体力ゲージも有利な、タイン側は有利な状態か、なんかよう当たらん当たり方して、さあランツ引っかかりつつ、ホタル側がじゃ苦しい状態、時間ももうなくて、さあランツが引っかかって勝っていくのはテラカイン、ゲージもお互いマックスと、動作消しが使ってさあまあ会員戦でこのゲージ状況はまあまあまあ結果はでしょうね。はい、2ゲージ使ってガッガード割っていくよと、パコーン割れちゃった、パンパンパン、はい失敗だが、もうこれは経験の差がなされましたと、勝っていくのはテラさんの会員です。はい、じゃあ次決勝戦になります。あの人と勝つんさんの決勝戦ですね。はい、じゃんけんして 1P2P 側、じゃんけん勝って 2P 取ってくのは勝つんさんです。 1P 側はケビンになります。さあキャラは変わらずということで、乱入していくのはあの人の、さあ MOW を代表するクソキャラ2人のカイン VS ケビンと、上 TOP 終了でフレーム巻きつつゲージ溜めていくのがカイン側、さあゲージ欲しい欲しいと、ケビン側はヘルキャンでゲージ溜めていくと、どうだい、あ TOP 飛ばして、あケビン側は有利な状況か、ゲージ使って攻めていく、この立ち絵確認が楽勝なのがケビン側の強いところ、最終段取っていくのはあの人のケビン、さあしかしTOP でゲージを持っていく回にはなかなか攻めづらいところ、さあ全員で発射と、そこはアモイドで抜けて、まだまだここから、さあケビン側がどうにかしてこの TOP を消していきたいところだが、あー入る一発でもゲー6割ぐらい取っちゃうと状況ですが、さあここでカイン側がまだ2ゲージがあるのでまだまだ分からん状態、しかしほらよっと、おめでとうございます。おーこれは最後はもう圧巻の勝利で、あの人のケビンが1位、
おめでとうございます。はい、それでは、これで大会終了となりました。はい、皆さんお疲れ様でした。動画用に告知を入れます。扇ヶ丘レジャーセンターでは、毎月1回のペースで画廊 MOW の対戦会大会と、大会を、やってます。それから同じく月1回のペースで月下の剣士第2幕もやっておりますので、近隣の皆様ぜひ遊びに来てください。はい、他告知ある人あ、どうぞ。毎月、何曜日かは分かんないです。あ、ないじゃない、第何土曜日か分かんないですけど、毎月1回土曜日にバイバスレジャーランド富士江本館の方でガオスコード大会やっておりますので、興味のある方、触ってみたいなっていう方はもうぜひとも、参加してください。お願いします。はい、ありがとうございました。それでは皆さん、長丁場お疲れ様でした。1位が、シングルトーナメント結果を振り返ります。1位があの人さん、2位がカズーさん、3位がテラさんとなってます。おめでとうございます。はい、それでは1位のあの人さんに景品をお渡ししたいと思います。ちょっと取っていただけますか。はい、あ、じゃあ誕生日のクォーツさんから贈呈していただきます。はいおめでとうございます。はいはい、そして誕生日のクォーツさんに、僕と伊佐美さんからプレゼントがあります。はい、伊佐美さんから、プレイステーションのストリートファイターコレクションですね。そして僕からはあるものです。はい、どうぞ。おめでとうございます。皆さんありがとうございます。ストリートファイターコレクションの中には某牛丼チェーン店の割引券入り誕生日プレゼント。さあ、これは嬉しい。さあ、そして袋の中身は、はい、ゼクトルーパーゼクトルーパーが出てきた。ゼクトルーパーっていう、あの仮面ライダーカブトに出てくる、あのゼクトっていう組織の戦闘員なんですけど、で右腕にあのガドリング砲をつけて撃ちまくるんですけど、一体も殺せないっていうね。はい、ゼクトルーパーですね。はい、もう一目で決めましたね、これしかない。はい、そういうことで、それでは皆さん、まだ閉店まで時間ありますので、この後どうぞのじあい楽しんでください。それでは一旦閉めます。皆さんお疲れ様でした。